コンパルサー、コンチャンドラ、コンニャンホライズンズ。記念すべき30回目となります。今回のゆるゆる宇宙開発、ほんと飽き性な局長なのに割と長く続いてるわね。それも日頃ご見学、高評価、コメントをいただいている方々のおかげね。この場をお借りしまして御礼を申し上げます。ありがとうございます。それでは今回の説明ね。今回はかねてより裏で準備を進めていた新モッドの投入初回になるわ。この新モッド投入により今後の計画が一気に動き出すことになるわ。その手始めとして本格的な建造拠点の建造を開始するわ。それじゃあ機体の説明よろしく、ヨウムちゃん。合点。2号機ででかいぜ。イエーイ。やっと回収が終わったのね。何か回収前とあんまり変わらないな。以前からある機体の回収型じゃから、ここではざっくり変更点だけを説明するぞな。まずはエンジンが酸化剤と液体燃料を使用するものから、液体燃料と電力を使用するものに変更になったぞな。この前の1号海型でも使われてたやつだな。そして酸化剤が不要になったので、燃料タンクはすべて液体燃料のものに変更されてるぞよ。それとコックピット後方にあったドッキングポートなどを収めていたカーゴも撤廃して、その分燃料タンクを増設して航続距離アップぜ。ドッキングポートはどこに設置したの？ペイロード用のカーゴにまとめたぞな。今回の回収でベガ最終型よりさらに重量があるものを高い高度に打ち上げることができるようになったぞな。何トンまでならいけるの？800トンくらいじゃないか？なんとか念しとけ。2028トンまでなら 80km まで打ち上げられるわ。むむ。ちゃんと確認しといたわよ。実運用地で言えば1000トンってのがいいところね。まあ、そもそもこの子でそこまで重いものを上げることはないだろうけど。ちなみに搭載重量を調べるのに使用したのは、今回から入れたモッド、USI の資材コンテナを使用したわ。この5メートルのコンテナで輸送できるメタルでのテストよ。これ一つで1014トンあるわ。これを2つ積んでテストしたってことね。最後にもう一つ、この2号機にも専用のフラッグが作られたぞな。女の人っぽいのが書かれているわね。ベガは織姫様の星だからね。彦星様に会いに行く私が乗るのにさらにぴったりになったわね。その設定、まだ生きてたのね。ベガ界についてはこんな感じじゃな。この機体に関しての所言は出さないか、他の機体の所言時に尺が余ったら解説するわ。そこまで解説することもないからな。今回はもう一機、紹介するわ。補給 SSD 用じゃ。イエーどっかで見たことある形ね。この前プロキシマケンタウリ B で事故にあった試作8号機よ。なんで登記された8号機がここにあるんだぜ。試作8号機にかけられてた実証がまだ終わってなかったからぜ。あの機体には依頼品の回収以外にもロール性能強化実証と構成パーツ数の低減というコンセプトがあったのよ。あ、だから単発だったのね。今更か。まあ、出来上がって初っ端のテストであんなことになっちゃったから、ろくにテストができなかったってわけね。この機体はその残りの実証をするために試作8号機を元に普通の SSTO として再設計したってわけじゃ。本当はこの後ベガ界で資材輸送と補給で2回飛行をする予定だったのだけど、そのうちの1回をこの実証に当てたってことよ。この機体はただの実証機じゃから所言も出さんし、今回1回きりの登場じゃ。説明は以上じゃ。ありがとうヨウムちゃん。それじゃあ行ってらっしゃい。もう意味不。それじゃあ行くわよ。 SAS オン。 カメラ追跡に設定。 エンジン始動。 ケース OK じゃ。 よし、行くわよ。 2号海型ベガ発進。 チャウラの時もそうだったけど、発進の仕方変わったな。このエンジンに乾燥した影響じゃな。本来このエンジンのサイズはストックでいうとマーク1サイズのエンジンなんじゃ。それをベガに合わせるためにモッドを使用して大きくしてるぞな。じゃが、そこで一つ問題になってくるのが水力なんじゃ。通常のサイズでもそこそこの水力に余裕があるもんじゃから、大きくしてしまうとさらにその余裕が大きくなってしまうぞな。じゃから最初から全開で加速してしまうと慌ただしく老成としなくてはならなくなるんじゃ。だてに2000トンも打ち上げられる機体じゃないってわけね。結構ギリギリでじゃけどな。まあ、今回のペイロードは540トンくらいじゃから、加速しすぎないようにってのもあるんじゃけどな。さ
き言ってた実運用地の半分くらいだからよりね。今回の積みには何を運んでるんだぜ。今回沈没灯を入れた影響で軌道上で機体を建造するための資材が変わってしまったんぜ。前回の米返しの時に言ってたやつね。じゃからベテルギウスを新資材に対応させるために仮の資材コンテナを設置しに行くぞな。もちろんコンテナだけじゃなくて新しい資材も持ってきてるぞな。それだったらもうそのまま今のベテルギウスを正式な建造拠点にしちゃえばいいんだぜ。それじゃと今後必ずと言っていいほど一つ問題が起きるんぜ。資材容量が足らないって感じかしら。そこじゃな。今後建造する機体もどんどん大型化していくぞな。じゃから今回持ってきたコンテナじゃとどうやっても容量不足になってしまうんぜ。だったら大きいコンテナを作ってつけちゃえばいいんだぜ。不格好になるから嫌だそうぜ。またそこか。土台、現行のベテルギウスは旧造品だでな。向きを変えたりするのも RCS を付加して変更しなくてはならないぞな。あと運搬上の理由で分割してパーツ数が多くなってしまっているのも作り変える要因なんぜ。それじゃあ資材コンテナの設置作業を始めるわよ。設置ってどうやるんだ？今回はコンテナの移動のために特定のコンストラクションクレーンも持ってきてるぞな。カーボの中の白いのがコンテナで後部の方にクレーンがくっついてるぞな。あと言い忘れてたんじゃが、ベテルギウスへの補充のために置いてける分の 1H 式も持ってきてるんじゃ。液体燃料と酸化剤は持ってこなかったの？最初は持ってこようと思ってたみたいじゃが、あまり詰め込んでしまうとこのコンテナの移送に手間取ってしまうと思って考え直したみたいじゃな。まあ、もし空いてるスペースに積んできても、今のベテルギウスのタンクを満タンにできるほど積んでこれないんじゃがな。あ、だから今回立て続けに2回の輸送ってなったわけね。中途半端に補給してもすぐに枯渇してしまうからな。難所は通り過ぎたから、ドッキングは先生に任せて、並行して 1H 式の移送をするわ。自動で楽々だな。たまに変な動きをするから、注視しながらじゃけどな。そういえば、今コンテナの移動をしているクレーンはそのまま置いていくのか？今回は持って帰るぞな。このコンテナは取り付けたら動かす予定はないからじゃな。ベテルギウスに備え付けのクレーンもあるから、万一の時も大丈夫じゃ。1H 式の移送は終わったわね。あとはコンテナのドッキングだけだな。クレーンを回収するって言ったじゃろが。あ、そうだった。にしてもここのポート新築できるやつにしといてよかったわね。最初はストックのポートじゃったけど汎用性を重視して変更したって言ってたぞな。アレイが邪魔でストックのポートじゃドッキングできない機体があるからね。ドッキング完了だぜー。あら、センターから通信ね。3人揃って何よその反応は。だってこの展開、今までもなんか面倒なことが起きるじゃない。まあ、図星ね。そうだね。局長からの追加ミッションよ。 USI の解体機能が使えるから、ベテルギウスについているいらないパーツを先に解体しといてってさ。じゃない。それじゃあよろしくね。面倒だけど仕方がないわね。こんなことできるようになりましたよっていう説明のためじゃろ。緑さんたち優秀だな。もう作業を始めてるんだぜ。君子女子の説明が終わる前に作業を始めてたけどな。そういうこと言うと局長に怒られるわよ。まあ、私たちも見てるだけだけど。よし、追加も含めて全て終わったわね。クレーンに残ってた 1H 式もベテルギウスに移送しておいたぞな。おしゃ、帰ろか。ドッキング解除したぜー。1H 式噴射、ベテルギウスより離脱します。ここで、いきなり始まる米返し。今回は全件全回動画、au29.5 にいただいたコメントだぜー。忘れ忘れた、霊夢大佐局長が可変機能搭載の基地を作るらしいぞ。変形するときはムーンプリズムパワーあなたに力をだね。局長との面白いやり取りしたい方はフォローしましょう。なんかめちゃくちゃなコメントになった。ごめん。お釣り忘れおつだぜー。可変機能は、ロマンだぜー。のことじゃからやらんじゃろな。え、そうなの？現実的に変形機構を取り入れる利点として、変形前とは異なる特性を発揮できるようになるって点が必要よ。運搬上の都合により折りたたむってことはあるかもしれないけど、あやつじゃったら折りたたまなくても運べる機体を作ってしまうじゃろな。そういえば前回のツイッターの宣伝は効果があったのか？ジェイエンジェン。まあ、あの一ツイートが2日とか普通にあくから自業自得でしょ。
モスです。キーエルマンズ自体プして合流できましたね。おめでとうございます。そして電波ってます。ハイパー1号の展開前が防炎トリープラグに見えてしょうがない。まさか、展開隕石を落としたのは大佐？ふぼあり？お祝いありがとうございます。だけど、一つ言わせていただこうかしら。まだだ、まだ終わらんよ。持ってきたのか、それ。キーエルマンに関して言えば、離脱の時の姿勢がまだ不安定みたいね。鉱石を満載にして、敵も燃料満載の重い状態での離脱じゃからな。今後はもっと安定性を重視した機体を投入してテストをしていくとのことよ。ハイパーの形状に関しては、できる限りシンプルにって作ったら、あの形になったみたいね。純粋なリレー機能だけなら、あれ以上ごちゃごちゃさせる方が難しいんじゃがな。うか、あの隕石は大佐とやらがやったのか？何のことかしら？友人さんのツイッターレッツフォロー。レッツフォロー。ボスです。うぼあり？やり方もだけど、やろうとしてることが参考になります。KSP ってフリーダムすぎて、そしてメートルほどでできることが広がりまくって、たまに目的迷子になるよ。参考になっていれば幸いです。確かに KSP はバニラでの攻略でも一苦労だけど、もっと売れるとさらに楽しめる要素が爆発的に増えるから迷子になるのもわかるわ。局長もプレイの感覚が空いた時なんかは、あれ、何やってたっけって思って過去の録画したものを確認してる時があるんだぜー。以上、コメ返しでした。失礼霊夢。ずれてるわよ。てか、なんでタイミングよくコメ返し終わらせるのよ。局長に言って。今までとロールの感覚が違かったんじゃろ。なぜそれを。以前の2号機よりかエンジン構成が簡素化して、主翼にかかる重量が軽くなった分、ロールがスリーになったんじゃ。先に言える。スーパーパイロットレイム様じゃったら、そんなこととっくに把握してると思ってたが、言った方がいかったか？あ、いや、注意喚起って大事じゃない？知らなかったら知らなかったって、はっきり言った方がいいぞ、墜落姫。ぐふ。今日はやけ食いじゃー。ほいじゃ次に行くぞな。引き続き輸送 SSJO で補給に向かうぞな。俺たち寝たのか？全く覚えがないわ。昨日の夜、今川焼きと温泉まんじゅうとタイヤストおはぎを焼け食いしてたじゃろが。全部あんこ。スーパーパイロットレイム様にアドバイスじゃ。この機体、作ってからまだ一回もテストしてないから注意して飛ぶんじゃぞ。はい。下ろして、もう無理よ。まあ、今までの経験上、ざっくり飛べるだろってくらいでは作ってあるから安心しろ。安心要素皆無。大丈夫じゃて、試作8号機と大体が同じなんじゃから。事故ってる。あれはバグじゃから操縦性とは何ら関係はないんじゃ。まあそうなんだけど。で、テストしてないってことは何も調整してないってことじゃない？じゃから注意して操縦しろと言ったんじゃ。エレゴンとかも初期設定のままじゃから、少しの操作でも過敏に反応してしまうぞな。マリサ、なんだ？この機体にエアブレーキとドラッグシュートがついてるか確認してもらえるかしら。展開。エアブレーキはちゃんと設定してあるから安心せい。ドラッグシュートはついてないのか？この SSJO はベガと同じ大型じゃ。このくらいの大きさの機体ならなくても止まれるぞな。あれ、そういえば、機体の説明の時に普通にベガって説明してたけど、ベガは名前変わらなかったのか？ベガは新命名規則では大型の作りになるから、一等星の名前からは変わらなかったのよ。あと500トンくらい軽かったら、中型になって改名じゃったけどな。そもそも、この新命名規則のうちの SSTO の作りはベガが基準になってるぞな。今のところ、うちのセンターの SSTO の代名詞的な機体だからね。そんなポジションの機体まで名前を変えてしまったら、見学者の方々が混乱してしまうと思ったみたいじゃな。じゃあ、ベガ級の2号海型スピカはどうなるんだ？紛らわしいところ思い出したわね。以前は小型だったスピカは中型のくくりになったわ。今までは適当に1等星の名前だったけど、今後は2等星のない変更になってるわ。新しい機体名はベラトリックスよ。某魔法学校の物語でも出てくる有名な名前ね。ベラトリックスの説明は次回以降の機体登場時にするわ。適当にポンポン機体名を決めるからこんなややこしいことになるんじゃ。これからはちゃんと基準ができたから安心ね。よし、それじゃあ補給作業に入るわよ。今回持ってきたのは液体燃料と酸化剤よ。これからこの機動建造拠点では新拠点のパーツを作るでな。建造したパーツの移動などで使用する燃料を先に補給ってことじゃな。今回はこれだけなのかだぜー。これだけよ。通信の電源切っておこうかしら。賛成。なんかこれだけだと暇だな。たまにはいいんじゃないかしら。
つもこき使われとるからのー。ゆっくりしていってね。って言ってる間にそろそろ終わりそうね。少し余ってしまったのー。余ったのはどうするんだ。もちもろんでお持ち帰りよ。それじゃあそろそろ。本当に切ってた。だってさっきみたいに追加になったら面倒じゃない。代理に怒られても知らないんだぜー。わしも知らん。大丈夫よ、バレないバレない。今回の輸送も無事に完了ね。それじゃあセンターに帰還しましょ。輸送ミッションは楽でいいの。目的地についてポンと移送して終わりだからな。次回以降が大変になるだろうから、その前の休息って感じね。 RCS で回答。今回はこのコードから直接再突入させるわ。テストもしてない機体でそんなことやって大丈夫なのか。 400km くらいからなら十分持つじゃろて。して、霊夢、何もしてないわよ。まだ何も言ってないじゃろか。だって、業務がその切り出し方するときは何かしら突っ込んでくるときじゃない。この機体の操作性のことを聞こうと思っただけじゃ。あらそうなの。と RCS はこの配置でも問題ないわね。胴体にもマーク3型のリアクションホイールがついてるからな。空間での旋回性、節電能力は問題なしじゃな。あとは打ち上げの時に感じたのは、ロール操作が反応しすぎてるような気がするわ。まあ、この後の着陸の時にも注意してみてみるわ。エレボン設定は必須じゃな。あと性能的なことじゃないけど、エンジンでかすぎじゃね。それはあのアホも思ってるから大丈夫じゃ。水力を稼ぐためにはいいんだろうけど、ここまででかいとなんか不格好だぜー。パーツ数削減の都合上、小さいのを6個も7個もつけるわけにはいかんかったのじゃろ。他は？あとはこの後次第ってところかしらね。これからも一つあるんだぜー。なんじゃ？食堂、チェッカ。まだ最後まで行ってないんだぜー。うなこったろうって思ってたわよ。土台、食堂を作っても誰が料理を作るんじゃ？じゃあ電子レンジで。他の機が壊れるわ。で、マリサの話に付き合ってたら隣の大陸に降下しちゃったじゃない。それは別問題。降りちゃったからには仕方がないわね。ここからセンターまでかっ飛ばすわよ。知ってる。燃料持つのか。まだデルタ V が1万以上残っとるから大丈夫じゃろ。センターのある大陸が見えてきたな。これである程度の飛行能力もあることも分かったな。さて、最後の詰めじゃが。やっぱりロールが過敏に反応しすぎて操作しづらいわね。そこは悲観したら設定するぞな。まあ、設定しても、あと2、3回テストしたら廃棄じゃろうけどな。そんなにすぐ廃棄になっちゃうのか。いろいろ SSTO を作ってきた局長も、エンジンが単発の SSTO をあまり作ってこなかったらしいんじゃ。じゃから、この機体はあくまでもテストベースの機体じゃ。ある程度のデータが取れたら用済みじゃな。おいおい、さっきからフラフラ飛んでるぜ。全然細かい操作ができないのよ。そっち違う、右、わーっとるわ。ほんのちょっとロールしたいのに一気にロールしすぎるのよ。救命胴どこだったっけか。させねえよ。そうそう、そっちそっち、集中させろー。集中しても同じじゃろ。一番邪魔してたの霊夢の字幕じゃないか。どうもすいやせんね。タッチダウン、フルブレーキ。停止を確認。今回もなんとか無事に帰ったな。なんとかじゃけどな。テストもしてない機体はさすがにやめて。それじゃ回収してもらうぞな。あち。おい、暑いからもっと離れろよ。こんな近かったら日焼けしちまうんだぜー。おかえりなさい。無事に補給も済んだみたいね。一度もテストしてない機体でミッションなんてどうかしてるわよ。ちゃんと行って帰ってこれる自信がよほどあったんでしょうね。それで、通信のスイッチを切ったのは誰かしら？キク。あれー、機器の調子でも悪かったんじゃないかしらー。調子らしいらしい。あら、そうだったの？整備班にちゃんと言っておかなきゃ。ふぅ。それじゃあこのまま説明するわね。はい。説明って何を？もうエンディングじゃないの？いつの間にか DGM まで説明のやつになっておるぞ。いやー、本当ならば、今の2回の補給が終わって、果て新建造拠点の建造開始、って予定だったんだけどね。このタイミングで一つ問題が起きたわ。またですか？ Twitter でもその時のことをツイートしてたので、見ていただけている方は、あれのことかな？って思うかもしれないけど、
予定ではこの後、ほぼほぼ完成した5号機で、新建造拠点のコアとなる部分を打ち上げて、それに現行のベテルギウスで製造したパーツをくっつけていくって予定だったわ。ご覧の通り録画もしたわ。そして、コアの投入が完了して無事に帰還、機体を回収した時に局長が違和感を感じたわ。そこから色々調べてその違和感の正体を探ったわ。もったいぶるでない、君子女子。はいはい。結論を言うと、滑走路にちゃんと着陸したのに資金が丸々返ってこなかったわ。え？厳密に言うと、拡大モッドを使用した機体を回収したらだけど。さっきの画像で5号機って、5000万ルートとかしてたわよね？それが全然返ってこなかったの？そうよ。局長の環境では、このタイミングで KSP の大型アップデート 1.11 に更新したわ。その時点で 1.11 に対応したっていうモッドは、順次入れながらって感じのプレイ状況だったわ。その中で更新した拡大モッド、ツイークスケールにバグがあって、パーツを拡大したのに、ストックサイズのパーツ代金しか返金されないってバグが発生したのよ。その結果、うちの SSTO が全機使えなくなったわ。マジで？それじゃあこの後の開発はどうするんだぜー？当然、SSTO で主要部を打ち上げようと思ってた、新ベテルギウスの計画も変更を余儀なくされたわ。なので、新しいプランで行くための下準備が一つ増えたわ。こればっかりは仕方がないじゃない。まあ、一つ増えたって言っても、ベテルギウスでちょこちょこっと作ってもらうだけだから。仕方がないわね。作るものに関しての説明は任せたわ。それじゃあ下準備の最後、さささっとやってきてちょうだい。ちわっちり。M78 までいかないようにね。それじゃあ早速始めるわよ。始めるって結局何を作るんだ？君子女子からメモを預かってるぞな。なになに？今回製造してもらうのは建造資材を補給するためのラックよ。変更になったプランでは新建造拠点のパーツ全てを現行の拠点で製造するわ。でも、前からも言ってる通り、現行の拠点にはそんな資材を貯めておけるコンテナもないし、ドドンと追加するってなったら局長が嫌な顔をするのは受け合いよ。現行のベテルギウスでは、さっきの新資材コンテナを接続してしまったことで、ドッキングできる場所が SSTO でいつもドッキングしてるボートしかないわ。それだと、飛んできた補給船を一回一回処分して、打ち上げってなって面倒だわ。なので、さっき取り付けたコンテナを一旦移動して、今回新たに製造するラックをコンテナに取り付けてから、またベテルギウスに接続しておいてちょうだい。やってさ、メモの意味あったか？てか、無駄に防宇宙戦争感を出してきたわね。なんとなくやってみたかったんじゃろ。まあ、要はドッキングできるところを増やせってことじゃな。何かまた隠してるような説明の仕方だったわね、ひみこさん。重要なところが抜けてるんだぜー。あまり突っ込まない方が良さそうじゃな。作業の方はラックの製造が完了した時よね。トキタン、チェンゴー。出てきたわね。なんじゃこれ？ラック。に、しても随分貧相な作りじゃな。ほんと、ただ補給船がドッキングできればいいってだけの作りね。それで、この後はどうするの？次は、さっき移動してきたコンテナを、このラックの中央にドッキングするんじゃ。そして、ドッキングした状態で上下を反転させて、コンテナが下に来るようにしてベテルギウスと再ドッキングすれば完了じゃ。そうやって設置すれば、このコンテナを付けたポートを除き、最大4つのポートに補給船をドッキング可能になるってことじゃな。そういえば補給船って、ストックサイズのシャウラを使うのかしら。シャウラも拡大モッドを使用して作られてるぞな。そうなの？この作業に入る前にチラッと卑弥呼女子に聞いたんじゃが、使う予定だった5号機より被害は少ないけど、少しでもマイナスになる機体は全部使用禁止、って局長が判断したって言ってたぞな。ってことは、本当の意味で、うちのセンターの SSTO は全滅ってことじゃ。さらっと言った。じゃあ、補給船ってどうするのよ。なんじゃ、まだ分かってなかったのか？機体を回収したら大赤字、だったら最初から使い捨てで回収しない手段を取るしかないじゃろが。これ以上言ったら卑弥呼女子に怒られるから言わんぞ。わからん。これ、今回は長くなってしもうたから、このまま閉めろって卑弥呼女子が言ってたぞな。あ、そうなの？それでは、ラックの設置が終了したところで今回は終了となります。次回からは新建造拠点の建造が開始されます。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。どう補給するのか教えなさいよ、ヨウム。いやじゃ。
チャンネル登録は左上のアイコンね。今見た動画の評価とおすすめ動画もよろしくね。コメントもどしどし待ってるわよー。